シニアのためのギターの弾き語り講座、ギターで歌おうチャンネルです。今日はですね、中島みゆきさん作詞作曲のこのソロを飛べたら、これに、チャレンジしたいと思います。これはご存知のとおり、加藤登紀子さんがですね、歌って、ヒットした、歌で曲でございます。じゃあそれではまずイントロと1番をですね歌ってから、また曲について解説、弾き方等を解説いたします。ここでは3つ下げてですね、F シャープマイナーから3つ下げて C シャープマイナーで歌いたいと思います。演奏自体はですね A マイナーで演奏します。ということで、C シャープマイナーということで言えば、A マイナー、B マイナーですね、 C マイナー、 C シャープマイナーということで、原曲にキーを合わせたい場合はですね、さらに3つ上げて7カップで A マイナーでですね演奏をしていただければ、F シャープマイナーになります。まず使われているコードですが、イントロで D マイナー7、 D マイナー6、これはちょっと私かなりこれコードは自分の曲を聴いてイメージでですねコードを選べさせていただきました。ですが A マイナーの9と A マイナーで E7 ですね。で1番に入って、D マイナー G7ですかね。はい、コード自体は以上でございます。まずイントロですけど、最初 Dm7 で、
まあ、ワルス、まあ、3拍子ですので、
中島みゆきさん作詞作曲、加藤時子さんがまず最初に歌って、まあ、もちろん中島みゆきさんも歌ってますけど、この空を飛べたらということで、まあ、本当はマイナーな単調の曲なんですけど、まあ、本当に三拍子の単調の曲、まあ、本当にそういう意味では中島みゆきさんは三拍子の歌、ああいう歌がいっぱいありますね。ということで、ぜひレパートリーに加えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。